ホンダ SSM とは1995年の第31回東京モーターショーでホンダブースに参考展示されたコンセプトカー。1999年から2009年まで販売されたスポーツカーエース2000の試作モデルである。名称の SSM とはスポーツスタディモデルの頭文字を取ったものである。かつての S800 や S600 などの一連の S, S シリーズを彷彿とさせる2シーターのオープンスポーツカーであるとともに当時のホンダの販売ラインナップになかった駆動方式の FR を採用していた点が注目を受けた。エンジンはインスパイアなどに採用していた直列後気筒の G 型エンジンのラインナップから 2000cc の G20A を DOHC ビテックに改良したものが搭載されていた。 ボディデザインはスポーツカーとして古典的なスタイルであるロングノーズショートデッキだった。デザインに関してはホンダ社内で行われたものと S2020 スフェスティバルにてデザイン PL の沢井大輔より明らかになっている。同モータショーで SSM の向かい側に展示されていたピニーファリーナのアルジェントビーボとは SSM と外装が異なるものである。後に NSX の開発責任者であり、インテグラタイプ R の商品企画を担当した上原茂を開発責任者に据えて市販化に着手。SSM を発表した3年後の1998年10月に S2000 として発表し、その半年後の1999年4月にホンダ創立50周年を記念して販売された。ありがとうございます。